ってみないと分かんないっていう状況ですね。手も分からないし、主催してる人もよく分かんないし、どこのリングであっても、今回のメガネステーションでも、ちゃんと自分の力を発揮したいですね。ウワイステーション、この戦いがセミファイナルになります。なんとも異様な風貌のこの男、ハワイアンライオンです。リングインしました。柴田さん、はい、おびただしいタトゥーですね。そうですね、サモアン系ですよね。だからパワーはすごいと思いますよね。バネもあるでしょう、はい、なおかつノートの秘蔵っ子ということなんでね、はい、期待できそうですよね。楽しみな存在。さあ、そして場内はこの選手の登場を待っていました。柴田勝頼、スピーディーにリングインです。やっぱり柴田が入ってくるとちょっと雰囲気が変わりますね。そうですね、もっと見たいですけどね、彼の試合はね。そうなんですよね。シングルマッチ30分一本勝負、青コーナー181センチ114キロ、ハワイアンライオン。堂々たる体育のハワイアンライオン。183センチ92キロ、柴田勝頼。この男を待っていた柴田勝頼。そして砂漠レフィリーは和田恭平さんです。柴田勝頼対ハワイアンライオン。さあ、ビッグマウスラウド時代はエース格として活躍しました柴田、久々の試合になりますけれども、さあゴングが鳴った。手をパチーンと叩いていったのは柴田です。さあ、まずこの戦いに何を期待しますか。まあ、柴田の久しぶりの試合というのがまず一つの見どころですよね、はい、あとこのハワイアンライオンというね、未知の選手がですね、はい、どんな実力を見せてくれるのかね、アマレスの経歴があるようですね、はい、アメリカではいろんな団体に出てるんですね。そうですね、はいはい、あ、この辺なんかやっぱアマレスやってたって感じしますよね。動きを見ますと、はい、アリゾナ州のチャンピオンに輝いたことがあるそうです。そしてアマチュアレスリングのタイトルは13個獲得したという過去。今ノートがアリゾナ州を拠点にしてますね、確かね。だからそういうこともあるんでしょうね、はい、2002年7月にプロレスデビュー、ハワイアンライオンです。対する柴田の方は99年10月10日井上渉戦でデビューしました。新日本プロレスからビッグマウスラウドへ、そして現在はフリー戦士。まあ、一時棚橋中村とね並び称せられてた時代もありますからね、はい、あの二人は結構今ね頑張ってますね。やっぱり柴田もちょっと気するものはあるんじゃないでしょうかね、うん、そうでしょうね。新日本プロレスではまさにトップ中のトップになり得ていますよね、はい、IWGP のヘビー級選手権をめぐる戦いもありました。中村棚橋です。あのまま新日本に残っていればというね、そういう後悔はしたくないでしょうからね、はい、そうですね、はい、何かこう独特な強さ、いや、雰囲気をカリスマ性ありますよね、はい、彼はね、あのよくかつてアントニオ猪木、そして前田明が持っていた光、そうですね、この無駄のない肉がついてない体つきなんかもね、はい、あと今まだ船木選手の指導も受けているんですけど、やっぱり船木の若い頃のような体もしてますよね。そうですね、いろんな歴代の、ね、名レスラーの要素を持ってますよね、彼はね、はい、このままではいけない、さらに上を目指さなければいけない、目指せるレスラー柴田勝頼。まあ、後楽園というのは、ね、やっぱり最大 の一番いい舞台なんですけど、やっぱり彼には、ね、もっと大きな会場も似合いますからね、はい、そうですね。プロレスリングのあのマットでは何度かそうした大きな会場もまた経験しましたね、はい、健太選手とのコンビもありました。まあ、そういうリングに行っても彼は光ってますよね、はい、決して光は失わないですね、彼はね。さあ、そしてここまでの戦い、じっくりとした攻防を見せていますが、おお、倒立になりました、ハワイアンライオン。ここまではどう見ますか。いや、なかなかね、
こういう動きもできるんですよね。115キロ近くありながらですね、はい、動きも俊敏だしバランスもいいしバネもありそうですよね。まだこれからどういう動きをしてくれるかね。そうですね、足が太いですね。またね、立派なもも、これはロープになりました。どっしりしてる感じですよね。やっぱりね、下半身もしっかりねしてますからね。はい、ウェイトの差は随分ありますね。これは22キロ差ということになりますか。ハワイアンライオン114キログラム、柴田勝代92キログラムです。バックトが、いや踏みつけていった。こうした荒々しさも魅力の一つですよね。キックが出ますね。はい、フリーキックをかましていきます。あ、これどうやら、いやもっとガツガツ来いよというような。はい、なんかライオン選手が意外とこう慎重になってますからね。そうですね、はい、エルボー勝ち上げていきます。返していく。いや、何かこうグルーヴが出来上がっているというような感じですよね。もう一発、ハワイアンライオンも返していきます。柴田、あ、やっぱりもっと来いということです。今度はロープを使ってのエルボー、右フロントキックになった。バチバチ当たり合う、すごいですね。勝った、これが柴田のファイトだ。倒しますライオン、ラリアット。今ちょっと LG にアクスロー負けだったですね。ひねりましたね。だいぶパワーがありますよ。はい、ライオン選手は初の日本のリングということでね、ちょっと慎重になってるかもしれませんね。そうですね、それにちょっと柴田がですね、しびれを切らしてもらいますが、柴田君もガンガンね攻め合って、自分が切磋琢磨する場でもありますからね、はい、試合なかなかできないのを話したいところですからね。はい、とりあえずね、生ぬるい戦いはいらないとコメントしています柴田です。一戦一戦にかける思いというのはね、今本当にあるでしょうからね。はい、それはやっぱり大きなモチベーションの一つですからね。はい、場内にアピールがあってからハワイアンライオンを特に攻撃はせずに戻るか。いや、もう一度ヘッドバットです。場外戦でもエルボー、あ、どうやらハワイアンライオンの方も火がついたようです。逆サイドパワーがありますよね。そうですね、振り回しましたね柴田がね。そしてもう一度右、やっぱりラリアットの独自のものがありますね、はい、鉄柵の向こう側へ。柴田の首回り頭部が心配です。和田レフィリーがカウントを数える。リング上でポーズはハワイアンライオン。いや本当あのタトゥーはすごいですね。ただライオン選手まだ本来の動きではないでしょうね、これね。まだまだありそうですね。得意技ドロップキックということなんでね、はい、得意技も見せてほしいですよね。パイルドライバーもあるようですね。はい、フロントサイドまでやってきたところ、ショルダータックル一発。おお、そして今モンゴリアンチョップですね。はい、モンゴリアンチョップになりました。さらにリング内に呼び込む、力ありますね。滞空時間が長い、フレームバスター脳天砕き。そして腕を伸ばしてゴールの体勢、キックアウトしています柴田。いや今つばを吐いた柴田がコーナーを背にしています。足が伸びてくる、この長い足、柴田の大きな武器です。柴田消えてきましたね。そうですか、まあ、その流れをさらに断ち切らんとします。ハワイアンライオン助走なしでなかなか確かにしてといですね。そうですね、ここからあーコーナーへ詰めていきます。胸板へチョップを見舞う、
バチバチ音が鳴り響くリング状になっています。さあもう一度ブレーンバスター。あ、今度は連続で、そうですね、やや低空飛行の一発目から続いて三発、あ、スリーアミーゴスということになりましたか、はい、ボールになって片エビ固め、中央仰いだ柴田、これも返しています。ちょうど柴田情けないですね、このままじゃね、うん、そうですね、なんとかしてもらいたい。さあボールの体勢ですが、ライオン選手もちょっとね、あの攻めの感覚空きますからね、この選手ね、連続攻撃あんまりしてきませんね、はい、やや単発ということになっていますか。これに対して腕をぐるぐるぐると回転させてトップロープ、あー、ちょっとバランスを崩したのが命取りになった。柴田がすぐに追いついていますが、あー、これいきますよ、投げた、なだれ式バックドロップ、今のは待遇時間長くてよかったですね、はい、なかなか多くの声が入ってましたね、だいぶ高さがありましたね、通常の倍近くはあったか。あ、これ顔面部分はペインティングなんですね、はい、これもだいぶ剥げてきましたけれども、あ、リフトのポーズからこれが得意のパイルドライバー、あー、終わりだというポーズで両足抱えた、カウント2つ、これが取られるわけにはいきませんからね、それではちょっとね、あの待ち望んでいた柴田ファンをね、がっかりさせてしまいました。そうですね、もう一発ラリアット、まだまだ、あ、逆に腹部に蹴り、柴田がさらにスリーパーホールドへ、渾身の力を込める、ギリッギリッと音を立てて落としていくか、どうだ、バックドロップ、逆にハワイアンライオン、さらに締めた、スリーパーホールド、こだわりを見せます。あ、ちょっと足元がふらついてきたか、ハワイアンライオン目を閉じています。そこにあ、ロープに飛んだ、ペナルティーキック、来てますよね、そうですね、はい、どうだ締めた、ゴールの体勢にはいけませんでした。柴田君もダメージが残ってるんでしょうね、どうでしょう、投げ技でしょうかね、はい、勝ち上げていく膝、そしてバックドロップ、これはえぐい角度です。そうですね、ブリッジも見事だったですね、はい、しっかり両腕相手の腰回りに回して叩きつけた、カウントワン、ハワイアンライオンの方も意地があります。そして柴田、膝膝膝、3連発から、お、この体勢はここのところ対応しているペディグリー、続けざまにフォールの体勢、自ら一つバットを叩いて流れるように腕ひしに逆十字固めです。膝を組みましたよね、そうですね、ライオンの腕をね、はい、そしてもうだいぶ柴田ペースになってきましたね、これは、はい、ロックしながら腕も攻撃しています。ハワイアンライオンが持ち上げた、すごいな今のは、これは力のあるところを見せつけた柴田、すぐに立ち上がる、右左、もう一撃右、そうですね、はい、この柴田、これでいい、これが見たかった。さらにアームブリーカー、一撃してから、お、柴田さん、これ腕をロックして、マンジですかね、はい、どうだどうだ、決まった決まった、マンジ固めの体勢になりました。締め上げる締め上げる、やられひり、試合をストップした、腕を決めたまま。
ラーのは本当完璧だったですよね。そうですね、あれライオンがこう5枠から逆にどんどん閉まってたと思いますよ。結果腕を決めたままの万事固めでハワイアンライオンを下しました柴田勝頼です。いや柴田さん、はい、最後は見事な決め技見せましたけれども、はい、どうです、どんな感想を持ちましたか。いやこのね、この無駄肉をね、無駄な肉を全て削ぎ落とした柴田君の体ね、これでいろんな練習をしていると思うんですけど、そういった成果がね、はい、果たしてもっとあると思うんですよね。そうですね、まあ、今日のライオンという選手はこういうタイプでしたんでね、パワーで打ってくる選手だったんで、はい、まだいろんな引き出しをね隠せると思うんですよね。そうですね、どんどん見せてほしいですね早く、はい。いやともあれ、ウワイステーションの旗揚げ戦で勝利を挙げた